はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今日はビールです。ザ・軽井沢ビール、これはあれですかね、地ビールですかね。浅間名水、白ビール、ウェイスと書いてあります。これ軽井沢ビール、スーパーにね、なぜか売ってて、はい、で値段が230円ぐらいだったかな。原材料が麦芽、大麦と小麦とホップ。軽井沢ブルワリー株式会社。浅間山、軽井沢の清らかな、冷涼名水で仕込みました。軽井沢の白樺林を連想する小麦麦芽の飽きのこないビールです。と書いてあります。まあいいや、飲んでいきましょう。おうかね。賞味期限が2016年9月まで。あれ？昨日買ったんやけど。結構賞味期限が短いです。まあ、値段からして多分ちょっと高いんで、多分地ビールだと思うんですけど、ちょっと濁りめの小麦ビールかな。白ビールって書いてあるから、じゃあ乾杯。あ、バナナっぽい。軽井沢ビールと、軽井沢ブルワリー株式会社。商品ラインナップ。結構ありますね。全部で6種類俺買ったんですが、クリアとダークと白ビールとプレミアルエール、プレミアムエールと赤ビールと黒ビールの6種類ですね。他にもあるみたいですが、プレミアムクリアとか、プレミアムダークとか、あるみたいですね。選び抜いた小麦麦芽を使い、上面発酵でフルーティーな香りに仕上げました。なんかバナナっぽい香りするもんね。淡い色調と程よい、酸味、柔らかい味わいが特徴の小麦麦芽ビールです。酵母入り。酵母入り。なんとなくそんな感じがする。あ、アルコール度数は 5% です。本当になんか、あれだよね。バナナの香りするわ。ものすごいバナナの香りする。白ビール独特のバナナ臭が。なんかね、瓶のやつがあるんですが、瓶のビールあるんですけど、栓抜きが必要ない瓶ビールって、手で開けられるって。はい、すごいですね。手で簡単に開けられる栓抜き不要の、栓、一応王冠のやつなんですが、栓抜き不要って書いてある。
おー。珍しい。ぶっちゃけどうでもいいけど。でも、あんまりコクはないですね。この、白ビール。軽井沢ビール、軽井沢、まあ、軽井沢は行ったことあるけど行ったの冬だったからな。ものすごい雪降りまくっとったけど、軽井沢。あ、そうそう、関係ないんですけど、昨日ですね、ちょっと胃カメラ飲んできて、まあなんか、東京来てからやけに吐き気がするので、なんか胃に問題があるんじゃないかっていうことで、胃カメラ飲んだんですけど、地獄だったね。胃カメラの地獄さえ。口にさ、人差し指ぐらいのさ、ホースを入れるんですけど、いや、参ったね。あれは本当に参った。うえ、うえとか言って。めっちゃさ、えずきえずきの、ごぼごぼ言うてなんか空気入れるみたいなんですけど、ものすごい。で、涙がさ、だらー出るよ。もうなんか、多分まあ、反射的に出てんだろうと思うけど。すごい。本当にすごい。二度とやりたくないですね。軽い拷問でした。で、結局、結果、胃は綺麗で、で、しかも、ピロリ菌の検査もしたんですけど、ピロリ菌もいないって言われたんで、結局、まあ、吐き気の原因は多分ストレスだと思うんですけど、ねえ。こっち来てからなんですよね。こっちに来てから、吐き気が。するという。
別になんかあれやん。なんか、大してここもないし、なんか微妙ですね。軽井沢。この白ビールは、ちょっと微妙やな。まあ、香りはそれなりにするけど。微妙、まあ、正直言ってそんなに進めるものではないな。まあ値段も高いしね。2342です。ご視聴ありがとうございました。